ま死んだらははどうなりますかさ、はい、えー、いきます無職でいる一番の利点は死後に明かされる世界の構造はどんなのかみたいな実利のないことで何時間も考え続けられることでしょうかね 1IT 説この世界はとある大学生が講義中暇つぶしにやっているゲームアースシミュレーターの一データです宇宙なんて存在しませんし太陽系の星もほとんどグラフィックのみで中身のデータはありません昔はそ、えー、空のただのそれっぽい画像で地面は真っ平天動説が正しかったのですが、えー、近年 えー、ヒューマンの文化が進んだところで一時停止新しく 3D の宇宙データを作り直したみたいです太陽系以外の構成はまだ画像です今後コロナによって珍しいプレイ動画が撮れたら YouTube に上げる予定のようです2電池説この世界は効率よく幸福エネルギーを回収するための電池です動物は時代に限らず安定した幸福エネルギーを供給できるためよく素材に使われますがヒューマン系は供給量が著しく減少していくので使い捨てや再充電する必要があり安定させるための技術的な解決が望まれていますあなたは今幸福ですか 三、うんこ説。三 <laughs>、うんこ説。この世界はうんこです。肥料として土に混ぜられる予定です。排泄物である以上、当然上位の存在がいます。そう、排泄前うんこです。排泄前うんこの世界、かっこ、いえー、前うんこ界。 上,上位の世界なので、当然、生まれによる差は存在しませんし、立場の差、性別の差による不幸も存在しません。すなわち同じ運ということです。かといって多様性がないわけではなく、様々な子による面白さは我々の世界以上と言っていいでしょう。お堅い奴から柔軟性のあるやつまで十人といるということです。これを見習って我々も確実による差別の世界は、えー、差別の不幸はないが、個性による幸福はあるという、 運と子を両立できる世界を目指したいですね。良い方法があります。そう、ベーシックインカムならね。え、エントリーの趣旨に合ってない頭がおかしい頭がおかしくなかったら無職なんてやってねえよかっこ偏見ということでございます。この人だから自分があっち側に行ってるっていう自覚は多少あるんだよね。この人は優秀ですね。 うん。だ、そういうの、あの、完全に言っちゃってる人はちょっと笑えないんだけど、うん、あの、自分おかしいの気づいてるけど、でもやっぱおかしいのを考えてしまう人で、ね、<laughs> やっぱ人間でそういうとこあるよなと思って。いや、素晴らしい。どうします。この方、出しますか。じゃあ、ひろえさんから自腹で、はい。<laughs> ね、あの、あの、次回作、待ってます。<laughs> <laughs> <laughs> はい。